こんにちは。三影です。今日はいい天気なんで、久しぶりの三影散歩ということで、鎌倉に来ました。今からね、宇野で乗って、長谷にね、久々に行っていきたいと思います。もしかしたら秋のね、紅葉とか見れるかもしれないんで、ご覧ください。エロフィクです。電車が来たんで乗ります。楽しみ。いい天気。今駅から歩いて長谷寺に向かっています。ちょうどいいです。入りました。まだ結構葉はね青いままですので、もうちょっと紅葉を見れるまでは時間があるかな。もう静かでね、いいとこですよ本当に。今日は癒し三影散歩でございます。今日は久しぶりに寺まんじゅうからいただいていきたいと思います。これ中はお野菜なんですよ。ヘルシーな寺まんじゅう、いただきます。少しだけ葉が色づいているところがありました。綺麗ですね。いい天気だから最高です。あっという間にごちゃまりんです。美味しかったです。今日は飲み物はお水飲んでます。試験に向けてのねお守りをこれからいただいてこようかと思っております。こちらいつも来たらいただく御朱印を秋バージョンいただいてきました。可愛くないですか。可愛いでしょ。これもみじがねあります。あとここにお月見だからうさぎさんがいます。月の中これ刺繍なんですよ。ここすごくないですか。今日ね来たんで今日の日付入れてもらってこちらいただいてまいりました。あとはあの試験に向けてのねお守りということでいただいてきましたので紹介します。これ可愛いからこれにしました。願い叶うお守り。本当はなんかあの試験の勝ち守りっていうのもあったんだけど、これ可愛いなと思って、これ握りしめて頑張ります。昨日 70% まであの上がってきましたんで、あと 10% ねプラスアルファ上げて確実にね受かるのが80からなんで、80以上を目指して勉強頑張ります。今日は帰ったらまたやります。こちらになんとミニチュアのお店があるということで野田先生から聞いていましたんで、本日鎌倉にいるということで見に行っていきたいと思います。撮影はですねもしかしたらできないから、買ったもの持ち帰ったら紹介します。楽しみです。いっぱい可愛いなんてたくさん買っちゃいました。これから帰ります。ただいまです。三影です。こちらミニのお店で買ってきましたよ。野菜ピーマン3つ、これはね妹が小さなピーマン欲しいって言ってたんでお土産に買いました。そうそうそう、超可愛いですよね。パプリカも買ってきました。最近大好きな紫色のミニパフェ買いました。あ、超綺麗、可愛い。飾りたいと思います。あとこのミニのブドウケーキ、エクレアさん、カップケーキ、チョコレートとイチゴのケーキを買って帰ってきました。めちゃめちゃたくさん
ミニチュアがあってですね、本当にすごい迷いました。1時間ぐらい行っちゃったかもしれません。またね、今度はすごいデコレーションケーキとかも置いてあったから欲しいですね。ちょっとバイト頑張ってお金貯めて行ってまた買いたいと思います。めっちゃ癒されました。皆さんもですね、鎌倉駅近くにミニチュアのお店調べたらすぐ出てきますので、ぜひ機会がありましたら見に行ってみてください。すごい幸せな気持ちになりますのでおすすめです。最後までご視聴